はい、皆さん、こんにちは。UD トークの青木です。今日は新機能の紹介をしたいと思います。こちらは iOS 版と Android 版と UD コネクトでも実装しました。えっ、ー、と、皆さんね、お使いいただいているウェブで公開ですね。はい、トークを公開したら、右上のボタン、Web で公開というところがあります。ここに QR コードを表示するという風なメニューを追加しました。はい、これタップすると。 はい、こうやってウェブで公開の URL が QR コードになって表示されます。えっ、ー、と、これね、あのなんで今までなかったかっていうと、えっ、ー、とこのウェブで公開の URL はですね、あのパソコンに送ってみることは結構前提だったんですよね。 で、スマートフォンでブラウザで見るときって、それはそれで見れるんですけども、あの、スマートフォン、触ってないと、スリープ入っちゃうんですよね。<laughs> なので、あのー、現実問題、あまりこのウェブで公開のブラウザで見る機能で、スマートフォン上で見るっていうのは、ないかなと思っていました。うん。あのー、プログラムからはね、ちょっとその、どうにもできないんですよね。そのスリープ設定に関しては。まあ、でも、 あの、まあ、友人がですね、これを使っていて、あのー、アプリのインストールをすることなく、パッと相手に伝えれる。しかもこれが自動翻訳で多言語にも簡単にこう翻訳できると。あのー、なので、すごく便利だという話を聞きました。で、その友達はですね、この QR コードを自分で作って、紙に印刷して、ラミネートしてですね、カードでぶら下げて <laughs> やっていました。で、必要な時だけそれを取ってもらって、 えっと、そこで喋ったら内容が出てくると。だから日本語から多言語まで全部ですね、表示されるわけです。その人の母語で見ることができると。確かに短時間だけね、こう、相手に伝えるっていう状況がある場合は、アプリのインストールとかしなくてもできるというのは非常に楽でいいと思います。やっぱりね、アプリのインストールって結構コストが高いんですよ。うん、あのー、なかなかやってもらえないんですよね。まあ、そんな中で、えっ、ー、と、まあ、ブラウザで短時間でパッと見るならば、非常に便利かなと。 いうところです。うん。まあ、長時間見てもらうなら、やっぱりアプリをインストールしてもらって、このトークに参加でね、入ってもらうのが良いと思います。まあ、そのあたりは、どれだけ事前準備ができるかというのもね、関係してくると思いますのでね、いろいろ使い分けしていただけると良い,いと思います。はい。こちら、同じ UI で、iOS 版、Android 版、UD コネクトの方にも実装していますので、まあ、例えばね、こうやって QR コード表示するってしておいて、 ま、なんかどっかに置いといてもいいですよね。で、これスクリーンショット撮って送ってもらってもいいと思うし、ま、いろいろね、使い勝手はね、あの、広がると思います。ぜひね、ご利用いただけるといいかなと思います。はい、というわけで今日はですね、Web で公開の URL を QR コードにして表示するという機能を紹介しました。ぜひね、ご利用ください。それでは、よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さよなら。